はい、こんにちは。今日は、2本立てです。まあタイトルにもある通り、まずそのワイヤレス LED ってやつね、これなんかツイッターで見つけて、すごいなんか面白いと思って、まあ、動画として結果は、おすごいって感じで終わりみたいな感じだと思うんですけど、まあそういう小さい電子工作とかそういうのから始まる大きなこと、例えば iPhone のワイヤレス充電がね、搭載されたあの何8以降だったかな、ああいう感動ってあると思うんですけど、そういうのってこういう小さい話からその技術の進歩じゃないけど、まあそれのちょっと原点を探す旅、それだけじゃ面白くないかなと思って、ペルチェ式スマホクーラーっていうのをゲットしたから、これもちょっと紹介します。先にじゃあスマホクーラーの方ですね。スマホクーラーはこれエイコムのやつで、その3話サプライも出してるんだけど、3話のはなんかね、その貼るタイプ、スマホの裏に貼るタイプらしくて、それって1回貼ったら大変じゃねみたいな思うんだけど、スマホマジ熱くなるじゃないですか、どんなもんかっていうね。でこれ USB-C で給電するやつで、エルコムのあのクリップ式だから、一応パッケージにはね 4.7 から7.0 インチだから、ワイドが65から85ミリまでのスマートフォン対応で、そうファン付きマイナス18度ぐらいまで冷えるみたいな感じですね。はいはいはい、今日はちょっとあの Mac の USB-C 使うからこれ使わないね。一回とりあえず電源をじゃあ挿してみるとどうなるのかっていうと、あこういう感じね、見た目はこうか、そうファン付き、あもう挿したら回り出すねっていう仕様、挿したら回り出します。はい、お、すごい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 、めっちゃ冷たいめっちゃ冷たいめっちゃ冷たい。はあ、一回ね、え、これ元が冷たいのか、いや多分今電気流したから冷たくなったんや。ちょっと一回あれだな、スマホを撮影で使ってるわ。 あ取り付けはこっちがこう伸びる、あこっち側だけだね、がこう伸びる感じでスマホにかませて使うってことですね。すごい、今の一瞬でめちゃくちゃ冷たくなった、もう冷たくないもん、すごいわ。でペルチェ式って話なんだけど、それ何なのかって話しますね。ペルチェ素子っていうのがあって、そのソニーの 800G とか、あとオールドマック、なんかパワーマックの8600かなんかでもペルチェ素子が CPU のところになんかついてるの俺見たことあるわ。赤と黒のケーブル伸びてるから、おそうペルチェ素子で冷却してんだと思って。あとソニーとかも多分ね、ネッククーラーみたいな首にかけるペルチェ素子のクーラーが出てた気がする。まあ、簡単に言うと、電気を流すと、板なんだけどね、板に電気を流すと、片方が冷たくなって、片方めっちゃ熱くなるみたいな、そういう素子なんですよね。で、それを利用しつつ、ファンもついてるっていうやつで、スマホをめっちゃさ、充電しながら、なんか、地図開いて、電話してとかしてると、すごい熱くなるじゃん。あれをちょっと対策したくて、これをちょっと入手してみた。ペルチェ素子なんかね、うん。気になる人はちょっと調べてみて、ペルチェ素子はめっちゃその熱くなる面を冷やさないと冷える面が冷えないみたいな、なんかそういうちょっとデメリット的なこともあるっぽくて、発熱面はね、そう十分に冷却する必要があると、じゃなきゃ冷却効率が落ちたり焼損焼ける可能性があると。一方でペルチェ素子の両面に温度差をつけると逆に素子に電流が流れるという性質も合わせ持つ。なるほどね、ちょっと難しいね。気になる人は調べてください。そういうスマホクーラーを買いました。でそのワイヤレス LED の方ね、ワイヤレス LED に必要なものをいろいろ買い揃えたんでちょっと紹介します。これね全部ね、あの秋月で買いました。秋月電子でね、これがマイクロ LED のグリーン、あ光るやつね、だからそのワイヤレス LED の、これがアイスブルー、あと 3色買ったのかな、ホワイト、赤とかはねなんかおもんないかなと思って、でちょっと基板組もうと思って基板2個買ったんだけど、こっちはだからよく見るユニバーサル基板で、こっちがなんかちっちゃいけど、これ両方ともなんかこう金ピカになってる。だからこっちが欲しかった。間違えた、これ15円だったちなみに。はい、これにだからそのワイヤレス LED っていうのはこれですね。このコイルの真ん中にこの LED を置くと光るよみたいな話。これに電気流してね。だからここからこの赤黒がこのむき出しになっちゃってるから、これを
作んなきゃいけないねっていう話ですね。で、電源スイッチと電源が入ってるのかな、 LED も搭載したかったから LED も買いました。で、今回このワイヤレス LED の大元となるこのコイル、給電ユニットって言うんだけど、これが5から9ボルト、 DC5 から9ボルトで、まあ、動作すると。だから今回はどうしようと思って、まあ、6ボルトぐらいでもいいかなと思ったけど、まあ、面倒いからこの9ボルトの電池とそれのスナップね、これ買いました。で、この赤の LED なんだけど、確かこれ3ミリ赤色 LED みたいなやつ、これが5ボルトまでなんですよ。9ボルト流したら死んじゃうから、あの抵抗、なんかチャクラ赤金、定番のあのなんかチャクラ赤金かませばいいんじゃねと思って、これ1キロオームかな、買ってみた。100円で100個も入ってたんだけど、これ作る人マジかわいそう。1個1円です。で、今回の目標はそのコイルがあります。コイルに、まあここは電池ね。で、LED、 なんか LED ってどんな、こんな感じだったっけな。 LED でこう、ここに抵抗をかまして、で、スイッチで、まあ、こう置きたいのか、結果こういう簡単な回路をちょっと組みたいなと思っています。とりあえずそんな大したことはないので、まあ一回パーツをちょっと開封しましょう。なんか前回の動画暗かった気がして、照明を横に置いてみた。あれ、なんかこれ上に iPhone 置いてるから影とかも気になるし、これもうすごいよね。 1でいいんだけど、1で。こういうのってだからメーカーに1億個とか何億個とか下ろしたりするんだろうなと思ってるわ。ちょっと場所はどうでもいいです。スイッチ、こういう感じ、こういう感じね。ちょっと落ちないように足曲げておきます。と、LED こうしたいかな、こっちプラスのこっちマイナスにしようかな。LED ってこう足の長い方と短い方があって、長い方がアノード、短い方が仮想度、アノードがプラスで仮想度がマイナスね。だからこれ間違えないようにつなぎましょう。はい、ちょっとプラスとマイナスの距離空けすぎたな。ちなみにこういうね、なんかいちいちハンダ付けしなくていい、なんかなんだっけ、スプレッドボードみたいな基板もあると思うんだけど、もう今回はハンダにした理由はないです。ワイヤレスパワートランスファーサプライヤー、なるほどね。5から9ボルト。ははは。これでワイヤレス LED が動くと。普段使ってるハンダはこのグッドの用途別ハンダ精密プリント基板用ってやつですね。これすごくいい。SD の62。ちょっと細めで、もうめっちゃこれ買って使ってる。なんかオーディオケーブル作るときだけ親指のハンダみたいな。片手でこう送りながらどんどん作業できるしね。ちなみにハンダごてはグッドのKS-40R、 まあ 40W のやつですね。これなんかね、超精密な基板じゃないやつやるときはこれでやってる。やっぱね、 40W だとね、ちょっと時計がいい気がするんだよな。じゃあハンダつけていきます。今回はお隣さんとショートしたいから、ここをショートさせます。やべやべ、ついてる。はい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 、こんな感じね。これで LED と抵抗がつながった。で、抵抗の端とこのスイッチをちょっと今からつけたいんだけど、足ちょっと切っていきます。こうもいらない。まあ、スイッチも足をちょっと切った方がいいですけど、まあ、今回は別にそんなにもうこれ使ったらもう終わりの予定なんで。はい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 、はい、スイッチのオンオフはこんな感じ。上がオン、下がオフですね。で、ここで谷山少年思いました。1キロオームをこの9ボルトにかますと、理論上的に
で、9ボルトは、これ1キロオームだから、1000オームでしょ？かける、はい、まあアンペアですね。だから要するに、この I の数値は、5ボルトぐらいだったら嬉しいなと思ってる。で、直流ですね。これで、何ボルトあそこに来てんのか。この抵抗のとこね。抵抗に何ボルト来てんのか、これで測ります。抵抗のとこに来てんのが 0.2 ミリボ。ちょっとこれレンジが400じゃ広いよな。40ボルト。抵抗をかまさないと9.6ボルト。9.7ボルト。ちょっと高いな。抵抗を通すと0.01ボルト。これ実験失敗じゃない？いろいろやってたけど、ちょっとなんか計算値が合わない。ここから、ま、計算値が計算してないんだけど、5ボルト、なんかちょっといろいろ変だから、もうとりあえずこの辺に1回、電池1回抜きます。怖い。もういいや、ちょっと回路は無視します。あれだね、基板を買った意味はあんまなかったってやつだね。これで、これはもう大したことやってないです。プラスとマイナスがくっついただけです。 LED を開封しておきます。これ白、これが青だね。青、緑。じゃあ照明を落としてちょっと見ていこうと思います。先にじゃあこれ電気を流します。えい、怖、電気流れてます。コイルに。そこにこのワイヤレス LED を置くと、えい、光らんくね。あ、スイッチオンにしてませんでした。オンにします。えい、お、すご、すご、怖、おお、なるほどね。ちょっとずつ近づけていけば光んじゃね。ここでこんなもん。お、すごいすごい。ちょっとずつ近づけても光るわ。ここに行くと、もうだからもう磁場が来てんだよね。ほら、磁場っていうか、何？電気の？何何？光ってる光ってる。真ん中に置くと、だからめっちゃ強くんだね。はい、なんかね、回路はね、あんまり、こうしたかったんだけど、ちょっと思った以上に、ここは全然電気が出ない。なんか9ボルト、わかんない。9ボルトから俺5ボルトぐらいに落として LED も電源 LED も光らせつつ、コイルにもちゃんと何この必要な5から9ボルトがかかるようにしたかったのに、ちょっとわかんなかった。諦めます。で、白がこの人たち。はい、グリーンがこの人たちです。こうなってる。なんか LED と抵抗みたいなやつがついてて、周りに多分コイルが巻いてあって、で、裏はなんか数字が書いてあるな。1個開けてみる。あ、これゴムみたいなので覆われてるわ。コイルが巻いてある。こうなってるわ。じゃあ電源スイッチオン。お、もう光ってる。ここちょっと近づけたら光るよね。これが光がこう強くなっていくってことでしょ。この、で、真ん中とかに置くと、おお、すごいすごいすごい。何個置いても、わ、すごいね、マジで。なるほどね。スイッチ切ると、まあ当然だけど、まあ消えるよねと。へえ。あ、なるほどね。この、わ、すごいね、これ。宝石みたいじゃん。なるほどね、なるほどね。すご。なんかもう何が何色か分かんなくなっちゃったけど。でもこれってなんかいろんなことに使えるよね。こう、さあ、この下にこう入れといてさ、これをね、こうしたら光るんでしょ？それ、すごいっすよね。なんか今回は、この、そう、熱っ。ここ熱くなってる。めっちゃ熱い、ここ。めっちゃ熱い。これ大丈夫かな？ここがめちゃくちゃ熱い。しっきろ。なるほどね。はい。これが、今日ちょっと遊んでみたかったワイヤレス LED のお話でした。すごーい。あと、じゃあ、ペルチエクーラー、ちょっともう一回、この iPhone に実際にこうつけてみる。なるほどね。こういう感じだ。両側はもちろんゴムになってるね。これで、MacBook Pro の
USB を挿してみると回り出して冷却してる。やっぱね、 iPhone ってこっち側がこのバッテリーがあって、正面から見て左側にバッテリーがあって、右側がロジックボード、まあ、L 字型に入ってるんだけど、でも CPU はちょっとこの辺画面の真ん中の右側みたいな、その辺がやっぱ冷えた方がいいから、まあ真ん中につけるべきだと思うんだけど、これは冷えそうだね。まあ3000円ぐらいするからね。やっぱ iPhone 動作が重くなるもんね、その熱くなると。これちょっといいんじゃない、なんか風も来て手も涼しい気がするよ。反対側の発熱がどんなもんですかってとこだけどね。スマートフォンクーラーでもなんかこう USB が2個に2個になっちゃうのはちょっとすごいね。もうゲーマーだよね、こんなことしてたら。ちょっと一回外してみよう。お、めっちゃ冷たい、めっちゃ冷たい。上の方も熱いわ。いやー、1個でもこれつけとくだけで違うな。一番発熱がだから多いところにつけた方がいい、真ん中ぐらいかなって思うけどね。ちなみにこの iPhone X のCPU は Apple A11 ってやつで 2.4GHz ぐらいっぽいから、まあ PC で 2.4GHz ってたらだいぶの発熱だよねと思うんだよね。それを冷やしてくれる 2.4GHz やっぱすごいね。お、冷た。これは久々に買ってよかったやつかもしれない。でもいちいちつけるのだるいね。あと動作音がする。こんぐらい。はい、っていうスマホクーラーとワイヤレス LED の紹介でした。じゃあまた。